刺さるような説法をお願いしますと。だってその一回聞いてね、そのすごい刺さったとかいう経験ってある人はあるんですか？それはあります。じゃあその刺さる説法を聞いてその方が何だか変化があったんですか？それは変化があります。あ、それはいい方の変化、その行動が変わるってことですね。え、そうしたら私もそうやってやってみさで、これは刺さるような説法はね、うん、私が刺さるような説法をしたから刺さるわけじゃないんです。上田さん側の努力じゃないってこと。そうです。え、そういうこれが、はい、そうだ、私はなんか、ね、そうです、その溝上さん側の努力が必要なんです、うん、どんな努力ね、うん、いわゆる受け心なんです、うん、え、じゃあ今受け心ないの？受け心がないのかって言ったら、受け心ってどうしたら得られるんですか？受け心がそもそも分からへんの。受け心っていうのは、いわゆるね、そのお椀がね、下を向いている状態で水が注がれたら水って入ります。よく聞いたね。あ、じゃあ自力がないってこと？いや、自力がないんじゃなくて、そのちゃんと受け取ったっていうことなんです。え、じゃあ今までいろんなことをお話ししてもらったのに、ちゃんと受け取ってないんだ、うん、ないってこと？ちゃんと受け取ってないかっていうと、何が、受け心を正すには一番必要なのは何？受け心を正すには、受け心を正すには、いわゆる受け心が正されてないってことは、聞いてるようで聞いてないの、ね、そう、聞いてるようで聞いてないってことなんだ。まあでも、そうやって言われると刺さる確かにね、そうかも。なんかね、昔はね、その自分への説法を何回も聞いたんですけど、最近聞きたくなくて、自分への説法を聞いてなくて、人の そ, う そ, うそこですよ、そこなんか嫌なんですもん。なんで嫌、何が嫌って、刺さるからでしょ。だから、自分の説法は誰よりも刺さるから聞きたくないんです。そうかな。そう、いや、やっぱり自分への説法はちゃんと何回も聞いた方がいい。そうです、うん、そして、うん、ね、受け心を正すにはね、やっぱりね、その文字起こしが大事なんです。字書くの嫌いなんです。もうすごく嫌いな、字書くとかいうのはものすごく嫌い。いや、もう携帯でいいですから、書かなくていいから。でもめんどくさい、ね、まあでも、あ、そっか。それ言われたことを全部一字、言われたことを、いや、それがね、一番大事なの。言われたことを一字一句書くんじゃなくて、うん、自分がどう理解したかってことを書くんです。ありましたね。じゃあ、その言われた、聞いたことを全部そのまま文字起こしてなくて、こういうふうに聞いた、ああいうふうに聞いたり。そう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 。それを毎回やった方がいい。毎回っていうか、受け心を正したいときにやる。特に聞きたくないときほどやった方がいい。聞きたくないときほどやれないね。でもそうそう。聞きたくないときほどやった方がいい。ずっとでも昔って真面目だったなと思って。いや、昔はそれだけ自分の心に刺さるようなね、説法じゃなかったってことです。撫でるような説法だった。そうかな。そうです。ああ、聞きたくないっていうのはもうひょっとしてそういうことなの？そうそう、刺さるからです十分刺さるような説法してるんです。でも刺さりたくないから聞かないんです。すごい上田さんにね、こんなこと言ったらいけないんですよ。分かってる、分かってるんだけど、まあお寺に行って聞く方が面白いなと思ったこと実は、うん、それはそうでしょ
だって刺さらないもん。ごめんなさい。いや、いいですよ、いいですよ。今、まあ、最近ずっとそういうお寺参りもしているのでそうやって思ったり、でもちゃんと聞いてるんです、ちゃんと聞いてるんですけど、人の話はね、人の話も聞いてるんだけど、自分のはなんかね、なんか抵抗が大きい。じゃあ文字起こしをやってみて受け心ができると、もともと刺さる説法だけどもっと刺さるようになる。そう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 、なので都合の悪いところを見たくない、見たくない、見たくないってなってるんです。それをグッとこう仕方ない、見るしかないやってるね、なってると思います。まあでもせっかくねこうやって聞かせてもらうようになったのに、このままずっとなんか止まってるような感じ、数年なので嫌なので、まあ、言われたことやるしかないですから、ね、はい、できなかったらまた、そう、できなかったらまたね、できるんだってもう忙しいでしょ、年末でいや、いいですよ、電話かけて、年末忙しいですけど、うん、別に忙しいですけど、はい、移動に忙しいだけであって電話をかけてくる分には全然大丈夫ですから、そんなあちこち行くわけじゃないですか。一箇所にずっととどまっているだけです。電話する時間はありますか。はい。はい。ありがとうございました。もうよろしい。はい。はい。どうもありがとうございました。